腹ペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は上級、シナリオは終わり統一、選択大名は武田、第13回を始めさせていただきます。前回は関東統一を目指すべく伊達家と合戦、まずは勝利を収めたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。残念、イフ今日行きたかったですけど、イフ中で我慢しましょう。向こうは1万1000ですからね、これなら楽勝でしょう。あんまり減らなかったか。はい、抜き口破壊成功、これにて優勢勝利、いいんじゃないの。はい、優勢勝利です。629しか減らなかったですね。やっぱ騎馬突撃が出ると強いですね。で、これで威風中発生だけど、どこまで風が届くか。太田城まで行ってほしいけどな。よし、太田城まで行った。いいよいいよ。そしたら立山から森山城、満喜城からも森山城、くるりからも森山城、シーズからも森山城に向けて進軍です。で、三崎城からさくら、玉縄から桜城、小机から桜城、江戸城からも桜城を落としましょう。で、こちら4部隊、兵糧はまだあるので、烏山城、そしてこちら4部隊、兵糧あるので宇都宮城に向かわせましょう。これで北関東は一気に落とせますね。では進めていきましょう。微妙な能力値ですね。まあ承認していきましょう。集金に励みます。はい、3つ労力がたまったので、こちら2段詰め所いらないですね。考え水路立てていきましょう。やり遂げてみせました。で、あと地行で太田城、身分で過労以上で、信和ちょっと持ってくるのもいいですね。要は何がやりたいかっていうと、まあ軍団作りたいんですよね。北関東は伊達を抑える軍団を作りたいので、軍団の資格、あの軍団長の資格のある信和ちょっと向かわせましょうかね。天風で府中城あたりにするか。太田城だとちょっと北すぎる気がするから府中城にしましょう。でもつつじヶ崎で今現在こちらの方を抑えられてるので、やっぱ府中城ですね。移動で上原城、総入れ替えで領主最大と。強烈至極に存ずる。で、任命地行太田城、結城春友さんにお任せしましょう。あ、建設中か。小山さんだとちょっとな、知略の高い方佐野さんにお任せするか。ありがたき幸せ。で、あとは足軽大将篠田さんにお任せしましょう。とりあえずこんなところでいいかな。で、上原城、上原城は小畑さんにお任せしましょう。恩に着ようぞ。これで城一覧で上原城が委任と。二段詰め所いらないですね。米問屋に変えていきたいですね。
で、府中委任と。で、太田城も委任と。これでいいでしょう。じゃあ進めていきましょう。制度改新レベル2発動と。で、さらに進めていきましょう。構わぬわ。じゃあ進めていきましょう。お、森山城が織田との同盟2ヶ月。まあどうでもいいですね、織田とは。よろしいですか。長尾家との同盟2ヶ月。長尾家との同盟は当然延長していきましょう。話を聞いてやろうぞ。で、外交親善、長尾と親善できる方いるかな。多田さん、お任せしましょう。では進めていきましょう。我慢比べなら負けます。そしたらここに一気に強行していきましょう。牧場建設出てますね。やっていきましょう。承知つかまつった。で、援国投与できるのでやっていきましょう。牧場建設土屋さんで、こちらは古賀御所のですね。さあ、それで一気に落とせるかな。城攻めを始めよう。よし、包囲完成ですね。強行していきましょう。兵糧足りるかな。遊撃場考え水路が立ちました。よろしいですか。おお、幸福とのこと。佐竹義明さん、城主降伏し、城主以外所領安堵しましょうかね。5年、森山城侍大将としよう、して起用いいですね。佐竹義明さん起用していきましょう。超越至極に存ずる。はい、森山城陥落。いいよ。で、ちょっと待って、帰還するんじゃなくて、ちょっと北に向かわせましょう。カラス山落ちるかな。20日しかないもんな。で、向かってる間にこちらも兵糧が切れますね。まあ向かわせるだけ向かわせとくか。で、浄化施設で灌漑水路立てていきましょう。必ず成し遂げます。で、委任と。で、直轄統治外になるところを軍団に任せるっていうのも手ですね。浄化施設が完成したからしたらかな。では進めていきましょう。川越城灌漑水路が立ちました。で、あと米問屋に切り替えていきたいところがあったはず。どっかが二段詰め所でしたね。あ、ここですね。国峰ですね。でもこれ米問屋じゃなくていいからな。どっかなかったっけな。あー、こことかもそうですね。まあいっか、後でやればいいですね。これ米丼じゃないじゃん、小田原。二段詰め所じゃなくて米丼屋立てないと。ここに。まあでも米丼屋、そうか、二つ、これで二つになるのか。じゃあ大丈夫ですね。で、連平城灌漑水路、灌漑水路、連平城勝利町。うん、小田原はこれで十分だな。あ、東洋、ダメだ。労力がなくなってしまった。はい、太田城灌漑水路が立ちました。お、敵将捕獲、投与していきましょう。はい、宇都宮城陥落。なんとか兵糧が持ちましたね。投与していきましょう。
説を変える気はない。では全開放です。うん、撤退しましょう。こちら撤退と。で、烏山城が落ちるかどうかですが、これ向かわせるだけ無駄だな。全軍撤退しましょう。皆の者、騎乗する。あー、でも桜城、桜城制圧に向かわせるか。で、宇都宮も、宇都宮じゃない、烏山ももう落ちますね。この城は我らが一気に落ちるでしょう。はい、烏山城も陥落。投与していきましょう。では解放です。よし、撤退しましょう。で、地行で烏山には結城春友さん、ありがたいの。宇都宮には小山さん。いや、ある程度知略がないときついから、菅野屋さんお任せしましょう。で、あとは桜城ですね。お、士官受け入れていきましょう。おー、知略と債務が高い、いいですね。で、登用できる方登用していきましょう。で、浄化施設、宇都宮城に委任と。烏山城も委任していきましょう。本当は大田原まで落としたいところですが、ちょっと伊達を刺激しすぎるかっていったところですね。本当は大田原もこれ関東だよな、きっと。で、外交交渉、今川家と同盟2ヶ月。次、今川と戦争するのも手だな。関東から伊達を追い払った今、あんまりもう伊達と戦う理由もなくなりますからね。そしたら、今川と戦って一気に登っていくっていうのも手ですね。で、イベント。ん？発生不可。節祭の死。あー、なるほどね。婚姻同盟がないから、節祭の死は発生しなかったんですね。で、桶狭間の戦いも発生しなかったっていうことですね。なるほど。となると、今川を倒すしかないのか。うわぁ、今川すごいな。兵力パンパンじゃん、どこも内政が進んでるから。これは結構厳しい戦いになるな。特に駿河、遠江あたりが、ものすごい兵力値になってるな。でも、それでこそ倒しがいがありますね。まあ、あと、長尾ともどちらにしろ戦わなきゃいけないだろうな。順調に北陸伸びてますからね。で、桜城が強行中と。制度改新レベル2。皆の者、戦の支度だ。今川家との同盟はこのまま締結。はい、桜城陥落と。投与していきましょう。もちろん帰還してもらいましょう。おめでよ。で、地行で桜城。ちょっと待てよ。軍団新設するとなると、府中城、統治外のところを、桑山城は統治外じゃない、統治内なのか。
北関東の4つの城だけ。承知いたした。京城で軍団で本拠地移転。今だと、でも暴走の方は全部直轄外ですね。だから暴走の方の軍勢をちょっと向か、桜城と立山は入るのか。くるり、シーズ、ちょっと待って、シーズとかどう？シーズは入ってる。だから、くるりと万騎城か。くるりと万騎城も、統治外ですね。ちょっとこの辺り移動させないといけないですね。天風で、そっか、出陣中だからできませんね。ちょっと一旦戻しましょう。それからですね、小田原米問屋が立ちました。灌漑水路立ちました。もう、移動できるかな？移動できますね。多田さんを、多田さんを高遠城の諏訪姫と変えていきましょうかね。で、あとは久留里城、桜城の城主に変えていきましょう。感謝いたす。こんなところかな。で、久留里城の城主には小山さんを任じていきましょう。で、あとは軍団編成で城編成、マンキとクルリを入れていきましょう。あとは直轄範囲内のなので、このままでよろしいでしょう。これで伊達に対する防衛っていう感じかな。で、あとは浄化施設で米問屋を建てた方がいいところを探しましょう。二段詰め所いらないですね。これ米問屋ですね。こちらに。で、あとまだ労力が余ってるので米問屋を二段詰め所二ついらないですね。ここも米問屋にしときましょうかね。いや、考えすぎるかな。これでいいでしょう。さて、それでは表情で制作、制度開始レベル3を狙っていきましょう。構わぬわ。で、表情種で、これで定員増加できると。で、もう一枠開けていきましょう。お金があるので、今のうちに開けていくか。3万。これでいいでしょう。で、甲州ハット次第の維持費削減 50%。で、あともう一つ、これをやると 65% か。甲州ハット次第146、もう少し。まあでも3000まで減ったから、金銭収支もだいぶ良くなりましたね。あと開けたいやつは、学装将兵。これはなんだ？開けたいやつ特にないんだよな。場合によっては外せばいいだけだから、とりあえず甲州ハット次第。もう一個開けられる？うん、ここまでですね。これで金銭収支もだいぶ改善しましたね。とりあえずこんなところでいいかな。次の相手は今川ですね。今川とはあと1ヶ月。あと4ヶ月後に戦うっていう感じですかね。いかがだったでしょうか。関東から、まあ、大田原城も関東って言われれば関東だと思うんですが、まあ、関東の大部分から、
伊達を追い出し、そして関東の大部分を掌握した武田家。そして今度の戦の相手を今川家に見据えて着々と準備を整えていきたいと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。